タコノハマ洋館は、兵庫県加古川市にある西洋館である。1933年に竣工した、国の登録有形文化財。加古川市に本社を構える多岐化学の創業者である、多岐久明次郎が迎賓館として別府川川口に、面する現在地に15年の歳月をかけて建築したもの。屋根及び外壁全面が、 銅板武器という特徴から赤金五点と呼ばれている。当時まだ珍しかった4階建ての邸宅建築で内部は大理石符、壁面赤漆塗り、彩色彫刻やステンドグラスなどの華麗な装飾がなされ、木造の階段は国会議事堂を模している。また、1階大広間の天井は桃山風の各天井に極彩色の彫刻をはめ込み、 柱は、魔法ガニーやチーク材が使われている。2002年、平成14年8月21日、母屋、石像門、レンガベ記念碑が、国の登録有形文化財に、2020年1月21日、兵庫県景観系成重要建造物に指定された。タコの浜洋館は、タキ科学の創業者、タキクメジロウが来賓を迎えるために、大正の中頃に着工。 昭和8年に完成した税を尽くした4階建ての洋館です。屋根、外壁に銅板を張り巡らせていることから赤金、ね、五点と呼ばれるようになりました。内部は非公開です。平成14年に国の登録有形文化財となりました。近くの別府港には公共浸水緑地として埋め立て、整備された別府港緑地があります。現地説明文から 外観は3階建て、一部4階建て。建物全体が銅板葺きで銅色だったことから赤金、ね、御殿や建物が比べるものがないという意味で銅比較と呼ばれる。傾斜の異なる屋根が複雑に重なり合うユニークな外観の木造洋館。地図、ありがとうございます。